会いに来てくれたんだ。ありがとう。俺も会えたらいいって思ってたよ。こんにちは、キーチャンネルです。本日の夢百はもう始まってます。こちらのなんだっけ、これ遊び方で見られるかな。なんて読むんだっけ。今やってるイベントはこんな感じです。なんだっけこれ、供養の宴だっけ。読み方合ってるのかよくわかんないですが、こちら稲見王子新キャラ出ました。稲見王子はポイントでゲットできるので、ポイントを頑張って集めていきたいと思っております。イベントは9日から14日まででございます。おー、1から4でカナト王子が、で5から8で稲見王子がドロップする可能性があるらしいです。こちらドロップについてで、王子は低確率らしいですが、確実にドロップできる、ドロップではなく確実にポイントをゲットして頑張っていきたいと思っております。ということで、よいしょよいしょ、今イベントこんな感じです。こちら後編になります。前編は寝坊したんであんまりやっておりません。でポイントアップ王子はこんな感じ。新登場王子シンとイナミと、イヌイハナエカノとヒノとカノと、カノエヒノとカノと、もうカノエヒノとカノとって言いにくいんだよ。可愛いですけどね、皆さん可愛いですよ。で毎回こちらイベントポイントを特にゲット、2つの難易度のクエストが出現でからの選べる2倍タイムが選べるっていいですよね。自分の好きな空いてる時間を設定できるっていうのがいいですよね。1回しか変えられないですけどね、そこはなんか自分の空いている時間を計算してやるっていうのが楽しみです。はい、こんな感じです。会いに来てくれたんだ、ありがとう。これは俺も会えたらいいなって思ってた。らしいですよ、なんか犬みたいです。新王子です。この時期の供養こそ君に見てほしい。記念の儀を堪能していってくれ。この時期の供養こそ欲しい。記念の儀を堪能していってくれ。新王子です。ただいま後編頑張っておりますが、まだまだポイントが足りません。報酬の方を見ていきたいと思います。最初はもう獲得しております。でギューンといきまして、どこだろう。で次ゲットできるのがゴールドで、もうちょっとで稲見王子がゲットできる。やだ、頑張ります。詰めてる6ですね。2つ愛情突破をかけたいです。で太陽と月を両方欲しいから6体3、4、5、6。あ、まあ折り返し報酬行く前に全部手に入ったらいいなって感じですかね。なんだろうこれ。おお、何もならんかった。プロフィールあります。CV 畑野歩さんでしょうか。暦の国、供養の王子、牛の一族。そう、牛の一族。足を使った伝統舞踊秋舞。足で舞う、蹴って舞うって書けますね。を得意とする。穏やかでマイペースな性格だが、やると決めたらやり通す強い意志の持ち主。誠実で飾らない人柄から民の人望も厚く、無自覚にモテている。無自覚モテ、何ですかこの、なんか
最後に全部持っていく感じの無自覚にモテているとは。さすが牛の一族かな。牛ってみんなに可愛がられるよね。そうなんかな、知らない。はい、新しい王子でした。はい、ということでイベント頑張っていきたいと思います。何が出るかな。あんたに再会できて嬉しい。乾さんと花里さんです。一緒に。あんたに再会できて嬉しい。一緒に新年を祝おう。花里さん、お前会うたびにいい女になってる気がするけど、恋でもしてんの俺に。乾さんはあれですよね、確実に何、自分無自覚ではないですよね。乾さんが一番厄介なのかな。それとも名前、それとも南さんが厄介なのかな。おっと、ここにもいるな。私はカノトくんが好きです。カノトくんが好きですよ。かわいいし、かわいいし。南さんの物語も気になりますよね。うん、ということでイベント頑張っていきたいと思います。乾さんも離れさんも思っていないので、いつかできたらいいなとは思っております。離れさん持ってた気がする。うん、持ってたわ。ごめん離れさん、ごめんね。レベルアップさせて物語見るからね。ということで乾さん頑張ってゲットしていきますね。南さんの次にゲットしていきます。だって南さんの方がゲットしやすいんだもの。ということでチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、そちらもフォローどうぞよろしくお願いします。